暑いよね。ボコボコ髪が暑い。暑いと思って。めちゃめちゃ暑い。失敗した。ごめん。飲むときの服じゃなかった。半袖か悩んだんだけどさ、寒いかな。ね、思った。ちょっと可愛さ選んじゃった。これ結構みんなリアルですか、部屋着は。私はもうこれさっきまで着てて、さっきも着たやつ。マジか。めっちゃ染みだらけ。なんか女子がみんな部屋着を持ち寄ってトークをするって聞いたんで、ジェラートピケまで行ってきて買ったの。新調しましたよ。でもそれ新調しましたよ。っていうのも普段大きい T シャツ1枚とかなんですよ。でももう分かる、まあ大きい T シャツ1枚っていうか、まあパンツが出てるぐらいの状態、パッとしか着ないみたいな、まあわよくば下着だけで生活したいんですよ。で部屋のスタイルで来てくださいって言ったら、これはまずいと、下着のままここに座ったら多分 YouTube ずっとここモザイクそれはやばいって思って、私はこれはでも可愛い部屋着といえばジェラートピッケしか知りません、私どうしましょうみたいな、で店員さんに一番可愛いやつくださいって言って、可愛いなおすすめされました。可愛い、あ、そうなの、みんなリアルだったんですね、みんなちゃんと可愛くしてんだ部屋で。いや全然リアル、私も同じ感じ、ほぼ下着でちょっと寒かったらパーカーかぶっとこうみたいなぐらいなんだけど、たまたまねこの間ファンの人にもらったの。すごい、なんか子が和牛に来てます。そんなに可愛い、近々着るんだ、ありがとうっつって。でも可愛い。それジェラピケ？いや、これは GU らしい。ジェラピケめっちゃ可愛い。可愛い。なんか耳ついてるじゃん。そう、クマさんの。クマなんだ。なんかウサギとかもあったよみたいな言ってたけど。え、似合う。え、似合うね。いいね。かぶっときの暑いかもしれないけど。ね、かぶっとき。いい感じ。どうですか？次いましょうか。あ、え、いいの？どうぞ。すごい。ねえ、ちゃんと丁寧に。たまにはおじさんに見えてる。あ、まあまあ飲んでみたいな。でも継がれた方がいいらしい。飲んでほしい人なのかな。そう、一緒に飲んでほしい。なるほど。最初それこそ大学のサークルで瓶ビールしか飲ませてもらえない時期があったの。なんかお金ないじゃんさ。本当にお金なかったら多分ワンカップですよ。それは飲んでられる味だし、じゃあみんなはお家に引きこもり系なんだ、あんまり外に行かない。その様子ですね。様子はそんな感じ。でも夜借り出されたら行くっていう。だって飲むのは分かるか、それが好き。なんか予定するのが好きじゃなくて。ええね、分かる分かる分かる。前もって言われてこの日じゃ飲もうって行くと、なんかもう面倒くさくなっちゃってむしろ行かなくなっちゃうぐらいなんだけど。そうだけど、なんかあ飲みたいなとか、ちょっと暇だなって思ってる時にかかってきた、絵かけて、あ行こうよってなると、あ行こう行こうって感じで、それがそう場面が好き。だから私1週間先の予定入れたくない。そう、もう旅行とかじゃなければ、そう、その日だって行きたくなくなるかもしれないって思っちゃうと。あ、ちょっとまだわかんないやみたいな。そうなる。なるほど。私逆だ、1ヶ月先まで決めてないと、もう朝これやって、昼やって、夜やってっていうのを全部決めてないとやる。それすごい。それができるの。だから今もう年末の予定まで決まってますね。今12月頭ですけど。本当に、すごい。だから逆に今からどうみたいな感じで言われたら、やばいでしょみたいな。今どう？だってそういう感じでしょ。今がどうでしょ。そう絶対そうでしょ。いやだ。だから逆にさ、ご飯行こうって言って、いつ空いてんのって聞いて、2週間後のスケジュール出されると超慣れない。分かる。時間が違う。なんかなんでそんな先なのみたいな。すごい。そっか、私は結構先まで決める派なんだから。なんか夜でも、夜誘われても行っちゃうかもしれないです。行くんだけど、暇だったら全然行っちゃう。早くても全然行っちゃう。なんか飲みの場が好きで、飲んでる人たち見るの好きだから行くんだけど、でもお家で飲むのも好きだから、予定はとにかく決まってますね。ダメだな、ちょっと計画性の違いですよね。計画性ないの。計画性ないし、計画もしたくない。分かる。まだうちらノリで生きてる。そうそう、ノリで。なんでみたいな、決めなきゃ
ダメみたいな。さすがに綺麗に分かれた、ね、分かれた。でも、でも最近かもしれないですね。ここ1、2年かもしれないですね。ちゃんと計画しようみたいなの。そうなんだ。なんかっていうのも、そうやってこう飲み行こうよみたいな、あ行く行くみたいな感じで、うんうん、なんか女子会みたいな感じで飲みに行って朝までとか飲んじゃって、うん、なんかそういう時って何やってたんだろうみたいな。なんかいや夜で終わるなら楽しいのもあるんですけど、朝まで行くともう惰性なんですよ。3時過ぎたら惰性。3時から5時の2時間ってもうなんか賢者なんですよね、みんなが。あ、分かる分かる。なんかもう、あ、そうだよね、帰れなくてね、そうだよねみたいな、あ、もうやばい、コンタクト買おうかみたいな感じになってくるから、私はそのやっぱ2時かな、うん、2時、うん、2時超えてくるような飲み会に行かないっていう風になると夜中の誘いがNG になっちゃいましたね。もう家でアニメと、なんか最近はあのなんていうんだっけ、カセットコンロみたいなの置いて、鍋置いて、お湯浸して熱燗を作るんですよ。ここ、美味しそう。すごい。熱燗をここに作って、おチョコ置いてアニメやって飲むっていうのが一番いい。確かに。そう。だから。いいね。じゃあみんな家で飲むんだ。一人で。飲みますね。飲んじゃうようになっちゃった。うん、すごい。